今回のテーマ、疑似言語。おはようございます、マサルです。 IT パスポート編の動画は今回で最終回です。最後はアルゴリズム、プログラミングの分野から疑似言語を一緒に勉強します。それでは始めましょう。令和6年問い85、関数バイナリー to インテジャーは一桁以上の符号なし二進数を文字列で表した値を引数バイナリーストリングで受け取り、その値を整数に変換した結果を戻り値とする。例えば引数として100を受け取ると4を返す。プログラム中の A、B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A の組み合わせが適切な組み合わせです。それでは解説していきます。今回は疑似言語の問題です。疑似言語の問題は IT パスポートの問題の中で特に難しいと言われています。全く何を答えてよいかわからないという方もいるかもしれませんが、今回の動画で疑似言語に対する苦手意識がちょっとでも薄まるようにお伝えしていきたいと思います。ではまず疑似言語とは何かお話ししていきます。疑似言語とはアルゴリズムをプログラミング言語に近いイメージで表した記述方式です。例えばプログラミング言語は Java、JavaScript、Python などいろいろありますが、基本構造は似ている部分があります。疑似言語は各プログラミング言語の基本構造を意識して近いイメージで表記された記述方式です。なので疑似言語がわかると今後プログラミング言語を勉強するときに役立つかもしれませんね。では問題のプログラムを見ていきましょう。しかし問題のプログラムを見る前に一つ注意があります。それは全てを完璧に理解しようとしないでくださいということです。完全に全てを理解しようとするにはかなりの勉強が必要になるので、ここは割り切ってプログラムの動きが分かること、数字の移り変わりを追うことができるようになることを目的にしましょう。本当は整数型、文字列型などの説明をするべきですが、ここでは説明を割愛します。むしろこの問題を解くのに大切なのは英語です。例えばバイナリーとは二進数という意味を持ちます。インテジャーとは整数という意味を持ちます。つまり関数バイナリー to インテジャーは二進数を整数にするという意味を持っていることがわかります。問題文の中でも100を受け取ると4を返すとありますよね。二進数の100は十進数の4です。このように英語から情報を読み取ることで問題が解きやすくなります。では実際にプログラムの動きを見ていきましょう。プログラムの動きを見るときは小さく区切って見ていくことがポイントです。まずはインテジャーナンバーという変数に0が代入されています。変数とはデータを格納する箱のようなイメージです。インテジャーナンバーという箱に0が代入されて、インテジャーナンバーはこれ以降数字の0として扱います。次は for が出てきました。 for は end for までの間を特定の条件を満たすまで繰り返します。繰り返す内容は括弧の中に書いています。 i を1からバイナリーストリングの文字数まで1ずつ増やすとあります。バイナリーストリングとは問題文にあるように二進数を文字列で表した値です。今回は100だと思ってください。100が何文字かというと、1と0と0で3文字ですよね。なので、i を1、2、3まで1つずつ増やしながら、for から end for までを繰り返してねということです。まずは初回なので、i は1になります。次はデジタルナンバーにバイナリーストリングの末尾から i 番目の文字を整数型に変換した値を代入します。ここで例が書いていますね。
文字1であれば整数値1に変換しますとあります。現在 i は1です。つまり100の末尾から1番目の文字列0をデジタルナンバーに代入します。では次です。ここで空欄 a を関数エクスポーネントに代入します。エクスポーネントとは指数という意味で、指数とは何乗するかを表す数値です。今回は正解選択肢の a にある a を使って実際に計算してみましょう。2の 1-1 乗は2の0乗となり、計算結果は1です。1という結果がエクスポーネントに入ります。では次です。同じようにインテジャーナンバーも正解選択肢 a の b を使って計算しましょう。インテジャーナンバーは0、デジタルナンバーは0、エクスポーネントは1です。よって0足す0かける1で計算結果は0になります。インテジャーナンバーは0が代入されました。ここでエンドフォーに来ましたが、フォーまでの繰り返しが指定されているので、今までの計算をさらに繰り返します。i は1から2になります。バイナリーストリングスの2番目の文字を整数型に変換した値がデジタルナンバーになるので、デジタルナンバーは末尾から2番目の値、先ほどと同じようにエクスポーネントとインテジャーナンバーを計算していきます。エクスポーネントは2の 2-1 乗で計算して2です。エクスポーネントは2になっています。インテジャーナンバーも同じように計算して、計算すると0になります。インテジャーナンバーも0です。2周目もインテジャーナンバーは0になりました。では次です。法に従って繰り返されるので、i の数は2から1増やして3になります。なお、現在は100の3文字が対象なので、最後の繰り返しになります。同じように計算していきましょう。デジタルナンバーは末尾から3文字目の文字を整数型に変換した値なので、末尾から3番目001の1がデジタルナンバーになります。エクスポーネントは2の3乗マイナス1乗で計算すると4になります。インテジャーナンバーも同じように計算して0足す1かける4で4です。インテジャーナンバーは4になっています。ここで法の繰り返しが終わります。最後はリターンインテジャーナンバーとあります。リターンは返すという意味ですね。インテジャーナンバーの中身を返すと4番です。引数として100を受け取って4を返すことができました。2進数の100から整数の4が算出できるプログラムができていることがわかります。どうでしょうか。難しいと感じるのはきっと変わらないと思いますが、少し糸口がつかめたのではないでしょうか。では問題を見直しましょう。関数バイナリー to インテジャーは1桁以上の符号なし2進数を文字列で表した値を引数バイナリーストリングで受け取り、その値を整数に変換した結果を戻り値とする。例えば引数として100を受け取ると4を返す。プログラム中の A、B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。正解は A の組み合わせが適切な組み合わせです。正解選択肢を探すためにも、問題文から何をするためのプログラムなのかを理解することが大切です。そのためにバイナリーは2進数、インテジャーは整数、このあたりの英単語を覚えておきましょう。次の問題です。令和5年問い60。手続きプリントアレイは配列インテジャーアレイの要素を並べ替えて出力する。手続きプリントアレイを呼び出した時の出力はどれか。ここで配列の要素番号は1から始まる。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあの組み合わせが正しい組み合わせです。それでは解説していきます。この問題も擬似言語の問題です。注意点は先ほどと同じです。すべてを理解しようとすると大変なので、数字を追えるようにすることを目標に勉強していきましょう。まずは英単語から見ていきましょう。
プリントは印刷するという意味ですよね。プログラムでプリントコマンドを使うと、画面に特定の情報を表示することができます。次のアレイは配列という意味の英単語です。配列とは一つの変数で複数のデータを参照する仕組みとありますが、箱が連なったようなイメージをしてください。今回では箱が4つ用意されていて、それぞれに2、4、1、3という数字が格納されます。なので今回の問題の場合、プリントアレイは4つの箱に格納されている数字を表示するプログラムなのかなと想像することができます。では実際に数字の動きを見ていきましょう。まず配列の中に2、4、1、3が格納されます。この数字の並びが最終的にどのような並びになるのかが今回の問題で問われているところです。では続きを見ていきます。ここで for の繰り返しが出てきました。 for は括弧の中の条件を満たすまで繰り返されます。括弧の中には n を1からインテジャーアレイの要素数-1まで1ずつ増やすとあります。つまり n は1から始まります。その後インテジャー要素数の4-1、つまり3まで1ずつ増やして繰り返しが行われます。簡単に言えば n を1から1ずつ増やして3まで繰り返してくださいねということです。では何を繰り返すのか、 for の中身を見ていきましょう。すると for の中にさらに for が繰り返されています。ここで少し頭が混乱しそうですが、落ち着いて一つずつ見ていきましょう。この青色の四角で囲っている部分だけに注目してください。ここで for の繰り返しは m を1からインテジャーアレイの要素数-n まで1ずつ増やすとあります。インテジャーアレイの要素数は4なので 4-1 で3、つまりここも同じように m を1から3まで1ずつ増やしながら繰り返してくださいという情報です。なので最初の段階で m は1です。では処理を続けていきましょう。ここで if が出てきました。if はもしという意味の英単語ですよね。もし括弧の中に書かれている条件だった場合、下に書かれている条件で値を入れ替えます。実際に計算してみましょう。 m は現在1なので1番目の値2と m プラス1の2番目の値4を比べます。2と4を比べると4の方が大きいのでこの条件に一致していません。よって値の入れ替えはなく、繰り返しが終了となります。次は m が2になります。配列の2番目と3番目を比較して、2番目の方が大きければ3番目の値と入れ替えが発生します。今回の比較対象は4と1なので、4の方が大きいので値が入れ替わります。 m イコール2の繰り返しが終了します。次は m イコール3で同様に処理します。配列の3番目と4番目を比べて、3番目の方が大きいので値が入れ替わります。ここで青い枠で囲った部分の方が終了です。配列は2、1、3、4となっています。ここまで来たら最初の方に戻ります。最初の方の繰り返しは n を1から3まで1つずつ増やしながら繰り返すというものです。なので次は n を2にして同じ処理を繰り返します。同じように m を1から始めていきます。配列1番目の2と配列2番目の1を比べて、2の方が大きいので値が入れ替わります。この時点で1、2、3、4という並びができました。ここまでの流れで気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、このプログラムは配列の要素番号から小さい順に数字が並ぶプログラムになっています。よって最終的にこの配列は選択肢アにある1、2、3、4という並びになります。では問題を見直しましょう。手続きプリントアレイは配列インテジャーアレイの要素を並べ替えて出力する。手続きプリントアレイを呼び出した時の出力はどれか。ここで配列の要素番号は1から始まる。正解はア、1、2、3、4の並びが正しい並びです。今回の問題は for の繰り返しの中に別の for の繰り返しがあり、
とても難しい問題だったと思います。なかなか一度で理解するのは難しいと思いますので、何度か動画を見返して、まずは完璧に理解しようとせず、数字の流れに注目して情報を整理していってください。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。最初にお知らせしましたが、本動画で IT パスポートシリーズの動画は最終回です。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。私自身 IT パスポートを勉強してみて、現在使われている内容が強く反映されている試験でとても勉強になるなと感じました。この動画をご覧の皆さんの中には、会社に言われて仕方なく IT パスポートを勉強しているという方もいるかもしれませんが、この IT パスポートシリーズのタイトルにあるように、 IT パスポートの勉強は本当はもっと楽しくできるものだと思います。 IT パスポートで学んだ内容を生活や業務に生かして楽しい毎日を送ってください。それでは皆さんのますますのご活躍、そして IT パスポートの合格を願っています。それでは最後に復習です。令和6年問85、関数バイナリー to インテジャーは一桁以上の符号なし二進数を文字列で表した値を引数バイナリーストリングで受け取り、その値を整数に変換した結果を戻り値とする。例えば引数として100を受け取ると4を返す。プログラム中の A、B に出る軸の適切な組み合わせはどれか。正解は A の組み合わせです。次の問題、令和5年問60。手続き、プリントアレイは配列、インテジャーアレイの要素を並べ替えて出力する。手続き、プリントアレイを呼び出した時の出力はどれか。ここで配列の要素番号は1から始まる。正解は、1、2、3、4の出力です。今回は疑似言語について勉強しました。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では、Discord を使ったオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、勉強だけではなく、横のつながりが作れるような、様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。参加希望の方はチャンネルメンバーシップから対象のプランを選択していただくと、すぐに参加をすることができます。皆さんのご参加お待ちしています。